こんにちは。今回は袖の中でも縫製が比較的簡単なラグラン袖のトップスの作り方をご紹介いたします。応用の幅が広がる基本のラグラン袖になりますので、ぜひ製作にチャレンジしてみてください。このチャンネルは愛犬にぴったりサイズのワンコ服を作りたい、そんな方へ向けて作図から型紙作成、縫製までをご紹介するハウトゥーチャンネルです。世界に一つだけの特別なワンコ服作りのお手伝いをします。ぜひ一緒にハンドメイドを楽しみましょう。それではよろしくお願いします。レッツハンドメイド。今回の材料です。表布、裏布、袖口、首周り、裾につけるリブの布。私は今回は不要になった T シャツを表布の身ごろとして用意しました。袖部分は綿 100% のスムースニット、リブ用の布は30番手のスパンフライスです。裏布は今回もフリースを使いますが、暖かさを求めて裏布をつけているだけなので、表布に裏起毛ニットなどの厚地を用意した場合は裏布はいりません。裏布をつけない場合は布端の処理が必要になりますので、どちらがいいかお好みで布を選んでみてください。今回は袖をつけるので、袖丈と袖口周りを採寸します。袖丈は首周りの肩の位置から測ります。どのくらいの長さにするかはお好みで決めてください。袖口周りは締め付けないでふわっと大きめに測ります。それでは作図のスタートです。まずは原型を用意してください。今回は裾にリブをつけるので、少しカーブを緩やかにしたいということで丈を少し短くします。どのくらいの丈にするかはお好みで決めてください。短くした丈の後ろ身頃と前身頃をそれぞれ写して描くのですが、その時肩でつなげて描いてください。首周りを拡大します。首周りの長さを測り、8対10対3になるように分けて印を書いてください。その印から直線で襟ぐりの一番外側にぶつかる位置に線を引きます。印も忘れずに書いてください。これが後ろ身頃、こちらが前身頃になります。残りが袖になりますので、ここから袖の作図に入ります。また別の紙に袖部分を写します。赤い点線で紙を折り、左右反転させて曲線部分を描きます。赤い印同士をつなげます。その線を2等分し、直角にガイドラインを描きます。首周りの肩の位置から最初に決めた袖の長さを測り、袖口の位置を決めるのですが、リブの分があるのでリブの長さ分引いてから袖丈を決めます。リブの長さはワンコ服の大きさによってとても個人差が出てくるところだと思います。チワワなどの超小型犬やダックスなど袖丈が短い場合はリブも短くします。逆に大型犬などはリブを長くしないと不格好になってしまうので、お家にあるワンコ服や人用のリブがついている服などを参考にしてリブの長さを決めてください。リブの長さ分を引いた袖丈と先ほど書いた縦のガイドラインとぶつかる位置を探し印をつけます。その位置からガイドラインと垂直に袖口の線を描きます。袖口周りの長さを2等分にし、それぞれ左右に描いてください。脇と袖口をつなげます。今この赤い線は脇をつなげたガイドラインに対してだいたい45度くらいになっていますが、45度以上鋭角になってしまう場合は袖口周りの長さを伸ばして45度以内に収まるように調節してください。次に袖口の左右それぞれを2等分し印をつけます。その印から脇のラインに直角になるように線を伸ばし滑らかにつなげます。これで袖の作図ができたのですが、もう少し調節します。出来上がった袖を別の紙に写して脇のラインでつなげてみると分かるのですが、
この位置がどうしても不自然に尖ったりずれたりしてきます。なのでこのように滑らかにつなげ修正します。修正した線を清書したら袖の完成です。こちらが今回のパーツになります。ここから型紙の製作のスタートです。いつものように前中心に折り返しまでの1センチと折り返して裏になる2センチを追加します。縫い代はすべて1センチです。後ろ中心は輪で裁断するので後ろ中心以外に縫い代をつけてください。輪のマーク、後ろ中心や前中心、何枚裁断するのか記入します。袖についてはどちら側が後ろか前かも間違いやすいので記入しておくといいと思います。裏布をつける場合は裏布のみ点滅部分がいらないので、この部分を削除した裏紙用の型紙を改めて用意するか、裏布の裁断の時に型紙を折りたたんで裁断するか、お好きな方で対応してください。最後にリブの作図と型紙をまとめて制作します。まずは裾のリブから、新しい紙に身頃の裾部分を写します。最初に決めたリブの長さ分、外側に後ろ中心から脇のあたりまでを描きます。その先は直線をそのまままっすぐ延長します。前身頃とぶつかった位置がリブの端になるので、前身頃の型紙の方にも印をつけておいてください。前身頃の裾から後ろ身頃の裾の曲線に差し掛かる手前まで赤いライン部分を写します。脇とぶつかる部分に印をつけます。後ろ身頃の曲線、水色の部分をまっすぐにしたいので長さを測り直線にして書き直します。足りない部分を書き足します。リブは折りたたんで身頃の裾につけるので、折りたたんで裏側になる方を書きます。紙を折りたたんで上下が対称になるように写してください。縫い代1センチをつけて、輪のマークと名前、必要枚数を記入し完成です。次は首のリブを書きます。身頃と袖の首回りの長さを測ります。縦がリブの長さ、横が首回りの長さの長方形を書きます。左端が後ろ中心、右端が前中心、左から後ろ身頃、袖、前身頃で測った長さになります。裾のリブと同じように折りたたんで裏側になる部分を上下対称になるように書きます。縫い代1センチをつけ、輪のマークと名前、必要枚数を記入し完成です。最後に袖口のリブも同じように書きます。袖口の長さを測り、その長さの長方形を書きます。折りたたんで裏側になる部分を上下対称になるように書きます。縫い代1センチをつけ、名前、必要枚数を記入し完成です。以上で全ての型紙の完成となります。お疲れ様でした。次は裁断のスタートです。